餅月義和は、日本の政治家。元静岡県伊豆の国市長。元尾人町長。元尾人町議会議員。元静岡総合研究機構理事。静岡県出身。静岡県立二良山高等学校卒業。日本大学短期大学部署経営学科卒業後、印刷会社を設立。1987年静岡県大人町議会議員に就任。 九百九十一年四月、静岡県大人町長に就任。二千四年五月、静岡県立大人高等学校講演会会長。二千三年七月に設置した合併協議会設立準備会を経て、同年十月二十二日に発足させた伊豆長岡町、宮山町、大人町合併協議会の会長となり、合併協定の調印や合併議案の議決など、 新公約として協議に尽力した。2005年4月1日、伊豆長岡町と二大山町と大人町が合併して、新しく伊豆の国市として生まれ変わった。それに伴って行われた同年4月24日の伊豆の国市長選挙において無所属で出馬し、得票数13,141票を獲得し初当選。初の伊豆の国市長となる。 2006年11月11日、旧伊豆長岡町と姉妹都市交流にあった京都府長岡教師は、合併後の伊豆の国市と再び姉妹都市を結ぶため、小田豊長岡教師長と伊豆の国市が姉妹都市名約を締結、伊豆の国市友好都市交流協会を設立した。2009年4月19日に行われた伊豆の国市長選挙において2期目の当選。 財団法人静岡総合研究機構理事。2013年4月21日に行われた市長選挙に3期目を目指して出馬するも、元静岡県議会議員の宇野敏子に敗れ落選した。ありがとうございます。